広報だわら。この時間は現在建設中の小田原駅東口再開発ビルの愛称募集のお知らせをお送りいたします。お話をお伺いしますのは、施設の運営主体である万葉クラブグループの勝又さんと杉山さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。それではまずはじめにですね、現在開発が進められています小田原駅東口の再開発ビルについて教えてください。はい、小田原駅東口再開発ビルは、小田原駅東口のお城通り地区再発事業として弊社が開発を進めています。2020年10月よりオープン予定となっております。はい、でも本当に小田原駅東口降りてすぐの場所で、はい、まさに今建設中で非常に楽しみなんですけれども、こちらどんな施設になる予定なんでしょうか。はい、小田原駅東口再開発ビルは未来の宿場町小田原づくりをコンセプトにしています。大きく言って3つの特徴がございます。はい、まずはおもてなしです。小田原の歴史を感じるような宿場町の心を再現します。木造建築の旅籠、ホテルも備えて国内外からの観光客を迎えます。2つ目はにぎわいです。商業ゾーンでは地元小田原をはじめとする店舗が集まりにぎわいを生みます。3つ目は育みです。高層棟には図書館、子育て支援センターなどの公共施設が入り、市民の暮らしを支えます。で本当にたくさんのお店や施設が入る予定になっているんですね。はい、もう今からオープンが非常に楽しみです。そして今こちらの再開発ビルの愛称を募集されているということなんですね。こちらについて詳しく教えてください。はい、今回小田原市民に親しまれ長く愛される施設になるような愛称を求めています。応募資格は市内在住、在勤、在学の方、また小田原市に関心縁のある方。応募期間は7月1日から7月31日の1ヶ月間です。はい、もう間もなく応募期間なんですけれども、どのようにこちら応募したらいいんでしょうか。応募方法は主に2つあります。1つ目は応募用紙からの応募です。市役所小田原お堀端万葉の湯などに応募用紙が設置してあります。応募用紙に記入し、郵送またファックスでお送りください。市役所小田原お堀端万葉の湯の応募箱に投函していただくこともできます。2つ目はホームページからの応募です。詳細はホームページをご覧ください。はい、ありがとうございます。ちなみにこちら選ばれた方などには商品などはあるんでしょうか。最優秀賞1点は賞状と副賞として万葉クラブ日帰り入館券2枚、天泉宿泊券を2枚を差し上げます。はい、それは嬉しいですね。たくさんのご応募お待ちしております。はい、広報小田原、この時間は小田原駅東口再開発ビルの愛称募集のお知らせをお送りしました。勝又さん、杉山さん、ありがとうございました。ありがとうございます。今回の広報小田原は小田原城址公園内にあります小田原城忍者館にお邪魔をしています。こちら小田原城忍者館の浅尾さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、さてこちらの小田原城忍者館なんですが、どんな施設なのか教えていただけますか。はい、もともと1929年にこちらの小学校の講堂として建てられたんですけれども、うん、その後1998年に小田原城歴史見聞館ということで生まれ変わりました。で、それまでは小田原城の歴史ですとか展示をこちらの方でご紹介してたんですけれども、今年の4月の20日にですね、新しく風魔忍者というものをテーマにした施設に生まれ変わりました。はい、まだ新しい香りがしますもんね。そうですね。はい、市民の方々もこの忍者館どんな施設なのか気になっている方が多いと思うので、実際にどのような流れでこの館内を楽しむのか教えていただけますか。はい、そうですね、まず入り口に入っていただいて、はい、受付を済ませていただくと、スタッフの方から密書というカードをお渡しします。はい、でこちらの密書はですね、中に入っていただくとスタンプラリーのような形で機械が4つほどあるんですけれども、はい、そちらにカードを差し込んでいただいて、うん、忍び文字を4つ集めていただくと。へ、でそれを小田原城に持っていた
ていただくと、はい、素敵なプレゼントがもらえるよというような、まあ、アトラクションもあるんですけれども、はい、エントランスのところにですね、はい、まあ、小田原城の歴史、はいはい、展示をご紹介させていただいたりとか、はい、あとは風魔忍者に限らず日本の、まあ、忍者の、はい、ご説明をさせていただいたりとか、うん、あとは、忍者の、まあ、忍具ですね、はい、そういったものをご紹介させていただく、まあ、プロローグというエントランスのエリアがございます。でちょうどこちらにですね、はい、風魔忍者の、まあ、イラストが、あるんですけれども、はい、北条五代記っていう聞いたことあるかもしれないですが、はい、まあ、その江戸時代に、まあ、その戦国大名北条氏に関する、まあ、その逸話集を、まあ、書いたものなんですけれども、その中にこのイラストページがありまして、風魔忍者、まあ、代々の棟梁が小太郎を名乗ってたというふうに言われていて、はい、棟梁は2メートルを超える大男であるとか、はい、本当にこうユニークな特徴で描かれている、はい、じゃあここでそういったことを学んで次に進んでいくわけですね。そうですね、こちらの方でまあ忍者とか学んでいただいた後に、ちょうどこの中に戦国シアターということで、はい、3分ほどのムービーを見ていただきます。はい、はい、で内容はですね、まあ、ストーリー性のあるコンテンツということで、はい、あなたが風魔忍者になって窮地に陥った小田原城を救いましょうというミッションが与えられます。はい、じゃあ私たちはもうここからは風魔忍者になるわけですね。そうです、はいはい、そして忍者になった私たち次はどこに行くんでしょうか。はい、シアターをご覧になった後はですね、はい、実際に忍術を体感いただけます。へえ、でそのゾーンがあるんですけれども、はい、8つほど、術を学べるコーナーがありまして、はい、変装術ですとか、敵陣に侵入をする術だとか、はい、水遁の術、あとからくり屋敷ということで、はい、抜き足差し足忍び足って聞いたことあると思うんですけれども、はい、まあ、そういった忍術を体得した後にですね、はい、実際に敵方の忍者と戦う実戦ゾーンというのがございます。はいはい、そういったものはお子さんですとかちょっと忍者の仕草は苦手なんだけどとか、あんまり運動も苦手なんだけどなんていう方もできるんですか。簡単に全く問題ないです。大丈夫で、全て体験し終わると、はい、その後はそうですね、はい、体験し終わるとですね、はい、受付でお渡しした密書ですね、はい、4つの忍び文字を集めていただいたものを小田原城天守閣の方に持っていっていただきますと、はい、素敵なノベルティを差し上げるというようなことになってます。じゃあこの忍者館だけではなくて小田原城天守閣も一緒に楽しめるというような流れになるんですね。はい、いやぜひまだ地元の小田原の方、この近隣の方々も体験したことがないという方もいらっしゃると思うので、たくさんの方に風魔忍者知っていただいて楽しんでいただきたいですね。そうですね、本当にまだ風魔忍者っていうのは市民の方に、はい、もう認知度が、うん、さほど普及してないのかなっていう、はい、ところもあると思いますので、はい、ぜひ皆さんこちらの方に足を運んでいただいて、うん、まずは風魔忍者について身近に知っていただいて、はい、それを楽しんでいただいて、はい、ぜひ小田原観光を楽しんでいただきたいなというふうに思います。そうですね、でもこれだけの立派な施設、入場料が気になるんですけれども、はい、いかがですか。はい、はい、大人の方で300円、え、小中学生は100円になります。そんなお手頃価格で、はい、体験できちゃうんですか。そうですね、はい、それはもう家族みんなで遊びに来ても、はい、とっても楽しめますし、そうですね、しかもリーズナブルですし、はい、いろいろなことも知ることができて、はい、いや素敵な施設が誕生しましたね。はい、夏休みも近いですので、はい、自由研究とかにもぴったりかなと思います。風魔忍者なんですけれども、はい、忍びを通して、まあ、日本の文化の良さですとか、うん、そういったところにも通じるものがあると思いますので、はい、ぜひ来ていただければというふうに思います。楽しみながら地元を知ることができる施設ですね。はいはい、では浅尾さん、最後にテレビをご覧の皆さんにメッセージをいただけますか。はい、ぜひ皆さん忍者館の方に遊びに来てください。スタッフ一同お待ちしております。今回の広報小田原は小田原城忍者館をご紹介いただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ニニン、ニニン。はじめは手拍子と掛け声です。元気よく5 3 5前に進みます。5 3
後ろに左回りです。次は腕の曲げ伸ばしと背伸びです。左足、右足です。大きく上に伸び上がりましょう。右足、左足、肩と背中ほぐしです。肩を引き上げて下ろします。両手を合わせて背中をゆっくりと動かしましょう。もう一度繰り返します。側頭とツイストです。左に両足を揃えてツイストです。次は右に移動しましょう。ツイストです。体側とバランスです。左脇腹を伸ばします。右脇腹、左足を上げてバランスを取ります。右足、右脇腹を伸ばします。左、右足を引き上げます。捻転と体の回旋です。左にひねります。右に、左に大きく体を回しましょう。次は右にひねります。左、前曲げと後ろ反らしです。体の力を抜いて前にゆっくりと起き上がります。左手を上に、背中を伸ばします。もう一度繰り返しましょう。次は右手が上です。重心移動と足踏みです。左手、左足、前、後ろ、左からナンバーステップを踏みます。次は右手、右足、右にナンバーステップです。手伸びと深呼吸です。手を横に、息を吐きます。大きく上に伸びましょう。手を横から下ろします。繰り返しましょう。